こんにちは、ブルーホースです。ということでね、続きやっていきましょうか。バンジョカズーイのザイバーワーゲーン、ハート忘れただけど、ステージ6からスタートするっていうのだけは覚えてるよ。ちゅうわけで、チラ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 、ちょっと早速ですけど、後ろ向きに覚えることができました。はい、こいつのお話を聞きましょう。僕はドラッカー、雨が降らないから、ちなみちゃいそうだ。自分の木の実でも食べたら、ぜーぜー声のおっちゃん。ラッカーさん、卵や羽でもダメですか？ダメだよ、ケーチェー、肉が欲しいよ。死にかけてますな。こいつは？あ、なんか喋らない。なんかいろいろとこうね、お前の好き勝手にはさせねえじゃん、ギャー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 とかってやってくんのかなと思ったけど。さーて、パートじゃないや、ステージ6が果たしてってどういうものが出てくるのかっていうと、マドハンドーアバイバー、いやー、断末魔がえぐい。ステージで、あ、ちゃちゃちゃ、落ちないで落ちないで、コンプもしっかりと集めていきましょう。で、あいつはくぐらなきゃいけなかったんだって。で、じゃあこれは登れないよね。こっちから行かないと。ピョーンとからの、ピョーンとからの、オンデオンデオンデンデンデン、ピョンタピョンタ。やばいやばい、鼻がむずむず、鼻がすっげえむずむずする。そろそろここにしようか。ちょーだー、ちゃちゃちゃ、ここ登る前に先になんかクリアしまうか。こういろいろめんどくせえんだよな。めっちゃ見るし、見てなかったです。ごめんね、固定されてる系男子だね。ふいっと、オッケー、いいかもか。なぜかここに置いてあるのは、あーどい、あらじまり、あーどい、あらじまり。でい、あー、ぶちぶちじるじゃん、ぶちぶちする。オッケー、あれだ。ついに鼻通りが良くなったら、なぜか扉が開くんだじょー。あー、すっきりした。ジンクシーの中へどうぞ。はい、すいません、急にカットして、なんかわけわからないところが来たと思うんですけど、ごめんなさい。トータルをご覧いただくとですね、はい、ジグソー1個取っちゃってますと。はい、で、神社も 1匹追加してると。なんでか、録画切れちゃってて、一人でベラ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 喋ってるという謎の時間があったんですけど、すいませんでした。はい、続きからやっていきたいと思います。何が起こったかっていうと、鼻詰まりを解決してあげたのになぜか命をかけたね、トレーニングをさせられてですね、で絨毯の上をね、ハッホーニュー、どうした上でですね、なんとかジグソー1個手に入れることができたということですね。はい。卵を食わした上で、さらに卵を割ってやらされるっていうね、本当に、まあ、やっぱり、イニシエというかね、古代エジプトにはね、たくさんのね、やっぱ、王様アテムという人がね、いろいろな過酷なものをね、残しているということでございますのでね、どうしようかな、これは？これは普通にやるか、いったれ。よし。ウィー。ウィー。優勝、滑ります。あ、やばいやばいやばい、急げ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 、ゴー。そうなんだよ、これが封鎖、扉が開口してからなんか 3,4 秒はなんか一生なんか、よいしょー、甘いーでやんすっと。で、その前にこれを先に取っちゃう、取っちゃう、取りたい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 。まだ10分も取らなきゃいいのか、なかなか先は長いでやんすな。ということでやっていきましょう。なんかこれ、ティンクトップ、タンタップ、タンク、ティックタップか。やね、また間違えて、タンクトップっていうところ。よし。全部外れるな、素晴らしいでやつね。よいしょ。んで、こいつと、ほい。で、ピリーン。まだ出てないね。赤い羽もまだ出てないね。バーンジョッケツーイッグ。あ、違う、間違えた、間違えた。こちら、こちら。これ、あれだね。ありがたいのが、こう、間違えるために、こう、罰が出るっていう仕組みがないとね。で、音符。あ、違う、あ、違う、違う、音符こちら。違う、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 違う。記憶力が壊滅的にいかれてる。よし、かずーいは端っこずーいじゃなかった、こっちでした。1個ずつずれてんだよ、先から。下手くそか、お貴様。
あ、あ、ちょちょちょ。で、こっちで、赤い羽はこっち募金。やっぱ最近あれだったな、あ、地元の駅で募金お願いしますって言って。でも募金についてどう思います？僕も好きじゃなくて。うん。だから、まあ、その、なんかボランティア精神で、こう、誰かのためにお金を集めて一生懸命頑張りたいですっていう、その心意気自体を、あの、否定するわけではないですし、それをね、一つのお金の稼ぎ方としてるんだけど、自分たちが働いた方が募金で何時間も経っているよりも相当時給いいんじゃねって思って、もうわーけですよ、うん、僕っていうか、ね、じゃあ 僕がどうかとかじゃなくて、確かね、そこの募金、これって何秒とかあるんですか？あ、特にないのね。あ、よかった。そう。あっち、なんで？やべやべ。あ、引っかかってる。あっち、砂うつぼに食われてる、砂うつぼに。ちょっと待って。あれ？カメラ、ちょちょ、は？あ？あ？何してる、何してる。カメラ切り替わって。よし。あっちに行きたい。ちょ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 、なんか、あぶね。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。ちょちょ、コントローラー、コントローラー。あ、もう何してんの？は？もうバイオハザード並みにブチ切れてきてるよ今ですね。はい、まあ、まあそんなのはいいんだけどさ、うん、まあボランティア、うん、例えばその被災地にさ行って、なんかこう物資をお渡ししますとかさ、なんだろう、あとそのがれきの山をこう解決するのに自分たちも尽力しますとかって、そういうなんかあの働く系ボランティアとかだったら喜んでやったりとかするけど、はおかげに行こう。ガチャン。お、うわ、やは。ちょっとダメージ食らおう。チュー。いい。うえ。あ、あと、あと3つのちょっと。おー。ありがとう。蜂蜜を運んできた。え、お金だけを集めるだったら働いた方が早くねって思っちゃうんだけどね。まあそこはまあいろんなね、解決の仕方があるから、まあ別に。それが良くないようなってことだ。スカラベスカラベアタックアタックスカラベアタック、そんなアタックないけどな。で、そうだそうだ、いないと。あ、もうあれだな、順番むちゃくちゃなってんな。まあいいや、あ、おいで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 、スカラベは鳥に勝てないんだぜ。ムナフトラ逃げに勝ってたけどな。で、登って、あー、ここは意味ない。うるるるる、めっちゃ飛ぶわ。こいつやったら全部回復してくれたやん、そういえば。これはターボシューズです。チキンちゃんがこれを履くと、一定の時間だけとても速く走ることができます。エネルギーが減っていますね。回復してあげます。班長、すごいぞ。君はこのゲームの全てのアクションをマスターしたぞ。ここに用意されているわけではないの？ないねー。トゥルトゥルトゥルトゥチク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 ペケペケプクプクプクプンプク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 プン。じゃあ行くしかないな。よし、ぴょんぴょん。えほえほ、ニッコ、あしゃ、あれれれれれ、行くぜ。トゥル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 、一発ジャンプ、イエイエイフープ、トゥル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 、よっしゃ、来た。我はグラッパ、千年ぶりに負けた。元に戻る。靴脱がされた、水虫たっぷり。オッケー、オッケー、取りに。キルキルキル、あ、お、あ、お、あ、お、ダン、ダン、ダン、あ、ちょ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 、結構シビアなんだもんね、こういうの。あ、ほら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 、あまりセーフです。よいしょ、次どこ行こうか。あ、じゃあ、なんかよくわかんない、ピラミッドじゃないけど、これなんなんだろうな、何かの内部に入っていこう。てことてこてこてこ、あ、違う違う、音楽に間違えた。ふいーふいー、
知り合いが入ってきた。知り合いがあれだ、なんかあの大乱闘スマッシュブラザーズをやり始めたぞ。編集が大変になるではないか、この一瞬。バンジョーがこう怖くなりすぎて、シンプルに、後で回収、間に合わない。危ねうわ、間に合わなかった。マジか、ノローだーな。グローがわしのレースに巻き寄った。お前いつの間にレースに参加してたんだっていうの知らんかったわ。君がレースに参加したことしたよ。あ、そっか、あれなんだ、デブだからね、走ることすら許されてないって感じだもんね。よし、トゥ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 この5秒間のさ、ずるいよね。ということで、遠慮なくいきます。さっきはちょっとあれですよ、音符を取るのに慎重になりすぎただけですからね。ビービーてて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 、それでも結構ギリギリだな。なんかゲームによってこう余裕のある余裕のないっていうのは結構シビアだね。どうしたらいいんですかね、これね。こんな難かったっけ、ここ。いくぜー、ドルデデデデー、そんなの気にせず走っていこうが、デデデデデデデ、そっちに落ちたら無理だっぺ。あ、もうこれは無理だ、これは無理だ。あ、ちょ、コントローラーが。よいしょ。脱いで、抜き、くるくる。よし。いい子だベイビー、ラフィンダベイビー、ハッチャキローディー、ちょなんだ、普通に走って間に合うんじゃねえか。まあ超絶ギリギリだったけどな。よし、でっと泳いでる。あ、これと、あ、いて、中にイムホテップがいっぱいいる。あ、ちょ、取れへん。イムホテップはもう負けざます。ちゃんちゃん、ペケペグン。砂漠に超貴重なお水ちゃんをいっぱい流してたんすよ。あー、いっぱいこの中に金づるがいるんだ。金づるじゃねえや、なんだっけあれ。ちっこい方には見つかったけど、でっかい方は無視してくれている様子でございます。ペチャ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 、ゴー。よし、オッケー。どうしようかな、ピラミッド開眼しとく。ピラミッドはお目目開くっていう概念ないと思うけどね。で、こっちチラッと見といて、で、あ、あん中に、あ、浮いた、うわ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 、溺れる。てってるてぅ、てるてるてってぅ、てってるてってぅ、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 出ないけど、俺が勝手に自爆してるだけなんだけど、うん、この中にも、あ、音符あったね。はい、3匹で順調ですね。まあ、なんかゲームっていうか、そのさっきのなんか勝手に仕掛けられたあのグラチャンバレーのあのレースは普通にミスったけど、まあ結局死んでないから許して、これでおしまいかな。あった。67ってすげえ中途半端だな。あ、68か。ゴール。よし、じゃああとは上がって、おしまいと。うぃー。あ、ちょ。くるくる。しねえし。よいしょ。で、コントローラー勝手に動いてる。
あれ？え、なんか踊ってるくね？ちょっと。ああ、ちょ、戻ってないわ。ちょっと待って、なんかさ、あ、ちょ。一度進み始めると急に止まらなくなるし、ジャンプしねえし。普通にコントローラーでやった方がいいのか。ワイヤレスじゃなくて、これに付属して、スイッチ自体に付属しているコントローラーでやった方がいいのかもしれない。よし。ふい。あ、ちょ。ふい。終わります。終わります。あー。どこ行くねん。げんじゃねえぞニャプラ。俺はね、自分の思い通りにならないプレイになったらな、どんどん柄が悪くなっていくっていうね。ちょっと待って、今さ、このスフィンクスさ、あ、ということか、乗ったら動くスタイルだからか。ちょっと登れないんだけど、登れない。あの、乗らなくても勝手に動くのね。あ、いいや、これいくつ壊せないっけね。あ、3個くらい壊さないっけ。美味しいだけでいいんだよ。最後に何かを吐き出していくんじゃないよ貴様は。先っちょだけ入れてもいいみたいな。先っちょだけ入ってたのが先っちょだけ出てきたみたいな。これはあのあれですよ、小学生の頃の思い出を振り返るあの健全なやつでございますからね。よし、正面向いて、ういあ、ダメ、ないよ、ういういオッケー。あ、だからこれあれだ、あのその外じゃなくてあの中側から見たときにどんどん奥にっつって、だから小学生の思い出をエロで怪我すんじゃねえよ大人が。ダメだっちゅうの、すいません。で、こっち行って、おいおいおい、つくと足場ちっこ、あ、ちょっと足場がちっこくて落ちちまった。おい、よいしょ、おい、こっから登り、ちょっとなんでこんな滑るの？毛皮のせいか？毛皮のせいだ。で、ああ、なんか地形な。うい、オッケー、よっしゃー、これで奥までずっぷり入った感じのやつが残るんだね。ドゥ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 。ああ、あった音楽。よし、じゃあその前に。別のクリアすっか？どうしようかな。まだなんかね、やれることがあるんだけどね。あれ？あ、ちょっとでもないな。まあちょっと本番、あいつはぶっつけ本番だと大変だから、最強の対策を練ってから行かないといけないの。え、まずは、ファラオのあれをくぐり抜けるという。大きいメッション背中から行かせていただきます。お辞儀をしながら、イリシエのリングをすべて呼び出すべし。さすれば魔女を倒してやろう。どこに現れた？こいつを取りあ、いいんですよ、いけるかな。オッケー、チクチクチク。あれ、ここだ。んやっほー、ういにゃは。あれ、いないな。どこだっけ。あー、いたここは後で、ちょっと絨毯乗ってくればいいから、とりあえずこっち降りましょう。くぐれない、なんでやねん、回りましょう。オッケー、トゥリン。エセピラミッドの前ですね、了解です。よいしょ、スピード、ハイパースペースってやつやな。ハイパースペースもなんかこうワープというよりはただ単にあれなんだね、超高速で移動してるだけだからさ、小惑星みたいなものとかかったら普通にぶつかってしまうみたいな。ちょっと待って、あの橋の方に飛んでるバンジョーとカズイが浮かんでたぞ、今浮かんでたっていうか見えてたぞ。チャラチャラチャラチャ、上に飛んでくラストかな。
うあうあうあう、サボテンが引っかかりの引っかかってんだやな、プレテンダー君の、ちょちょ間違えた、いいと君さあ色はジョークだ、これで許せ。まあ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 、まあ、いいでしょいいでしょ、あの結局ねこいつをしこしこと集めていかないと、まあ最終的にね魔女倒しに行けないですからね。よいしょー、ほいよいしょ、減った分は、はい、めっちゃ減ってるけど10マイナス10に赤字や、赤い羽いコーヒー飲んで落ち着いたところでね、ちょっとブチ切りになったところもありますが、一旦区切りがいい20分の収録時間を過ぎたというところで、こいつをね回収するところから続きやっていきたいと思いますので、ぜひね次回パートもお楽しみいただけたら幸いです。チャンネル登録もぜひよろしく。ではまた次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。